本日は数の子だい。こんにちは、ゆきおでございます。本日はですね、数の子です。一般的にものすごく言われてるんですけど、数の子とワインって劇的に合わないんですよ。はい、劇的に合わない。これ、ね、数々の方が、数々の猛者たちが検証してきた結果、劇的に合わないっていう検証結果に至ってまして、でそれを幸男的にはやったことはね、多分ないんだよね。覚えてないぐらいやったことあるのかもしれないけどね、その劇的に合わないのが果たして本当に劇的なのかっていうのを今回は検証していこうかなと思ってます。はい、ということで本日はキャズノコデイ。購入してきたのは味付け数の子、もう超シンプルなやつですね。はい、これがまあ美味しいんだけどね、普通に食べるとね。さあどうなるかってとこです。それでですね、まず数の子っていうのが果たしてどういうものかという、数の子って実は水分を除く 82% がタンパク質、 14% が脂質とのことで、脂質に占める EPA と DHA、 これよく聞きますね、の割合は、などマグロのトロ以上ということでね、まあ、非常にその度合いが高いということですね。で、まあ、プリン体もね、実はすごい少ないらしい。豚レバーとかうなぎ、ほうれん草に比べても極めて少ないプリン体はね、なるほどという、体に優しい食品の一つとされてますね。はい、でここでですね、ワインと劇的に合わない理由が何個かまあありまして、まあ、その一つと言われているものね、まあ、確定的にこれっていうのはなかなか言い切れないらしくて、まあ、その理由の一つであろうと言われているものが、この EPA と DHA ですね。先ほど言ったこの EPA と DHA のすごい健康になるみたいな やつねそう、いまいち漠然としちゃってるけど、その、まあ、その2つの成分が亜硫酸ですね。ワインにこう、まあ、含まれている、まあ、自然発生もするし、まあ、添加もすることはあるんだけど、その亜硫酸とそのDHA、EPA がこう合わさってしまうと生臭い香りが出てきてしまうと、まあ、それがすごく原因の一つなんじゃないかっていうふうにも言われてます。はい、でもう一つが鉄分が要因なんではないかと。はい、まあ、それこれもさっき言った EPA、DHA に関係するんだけど、その2つがそのワイン中に含まれている鉄分とこうまあ合わさることによって生臭い香りが出てくるんじゃないかと、まあそういったまあ説、まあ、この2つがね、結構その今ね読んでるホームページで書いてあることなんだけど、まあ、これちょっと概要欄にね、ちょっと説明リンク貼っとくので、興味ある方は見てください。非常にこの、まあ、細かく書いてあるんだけど、でその亜硫酸と鉄っていうこの要素があるので、まあそれをクリアした者たちを飲めば合うのではないかというふうに今回はまあ一番最初の段階なんで思いましたので、それをクリアしたワインをちょっと用意はしてます。で、まあ、もちろん亜硫酸を使ってないワインっていうのは、まあ、結構今やねナチュラルワインがすごい出回ってますし、まあ、結構あるので精製はされちゃってるから全く中に含まれてる容量がゼロっていうのは多分ほとんど難しいと思うんだけど、まあ、それでも、まあ、本当多分あっても少しなんだろうけどね、まあまあ、添加はしてないっていうのを選んでいきました。それの赤白を選んで、で、まあ、鉄分なんだけど、こっち俺もね、鉄分がどうこうってちょあまり詳しく分かんなくて、鉄分が少ないワインってなかなか情報がない上に選べなかったから、まあ、それもここに書いてあったんだけど、まあ、これはどういうふうに言われてる、はっきりとは分かってないけど、そうなのかもしれない、要素的にねっていうふうになるのが、なんと日本ワインですね。日本ワインは鉄分がちょっと少ないんじゃないのみたいな、いろんなこの、まあ、日本は軟水であること、棚栽培であること、で土ほこりの影響を受けにくいから鉄分が入る余地が少ないから、日本のワインは鉄分が少ないんじゃないのみたいな、だから魚介系とも合いやすいんじゃないのみたいな感じのことは書いてあるので、まあ、これが本当かどうかちょっとわからないけども、まあ、なのでとりあえず今回も検証ということで、その亜硫酸を添加しないワインに鉄分が少ないであろう日本ワインっていうのをちょっと今日は用意しましたので、それをちょっと合わせていこうかなと思ってます。これをね今日やろうとしてね、まあ、結構気合い入れてね、バッチリ気合い入れて、ワインだって亜硫酸入れてないものを赤白、日本ワイン赤白4本用意したから今日気合い入れてるだよ気合い入れて数の子買いに行ったのね。そしたら
近所のスーパーに売ってなくて、まあ、確かに数の子ってさ、正月のね、正月前とかにスーパーによく並んでるのは見るけど、普通に探しに行って買ったことってないからさ、売ってないんだと思って、近所のスーパーはしごしたんだけど売ってなかったのよ。えっつって、これでもないと今日の企画始まんないなと思って、で電車に乗ってこれ大手百貨店様に行ってきてね、そこでようやく手に入ったんだけど、探したね。ということで今日は気合い入っておりますね。数の子とワイン、果たしてどうなるのかっていうねことでございます。雪男とワイン4本ですね、用意いたしました。でまずこちらが甲州ですね、日本のワインの甲州になります。なので、山梨ですね、ダイヤモンド酒造さんの言えてない、ダイヤモンド酒造さんの甲州ですねを1本用意してます、はい。でこちらは、スペインのワインなんだけど、スペインのワインで、アリオ酸を使ってないタイプの白ということで今回これを選んでます。品種はベルデホですね、はい。以前も飲んだ時のスペインワイン、最近飲んだスペインワインもベルデホとソービヌブランっていうね混ぜ方のやつやったんだけど、この作り手ねこの作り手の白、この前いつかな、以前か飲んでて、それを使ったのはベルデホだったんだけど、まあ、ベルデホは一般的にねフルーティーで飲みやすい感じにできるし、まあ、ちょっと収量を抑えたり していけば結構ガシッとしたのができるんだけど、まあ、基本的には一般飲みのこの普段飲みとかサクッと飲める系のワインができる品種になっているのでこちらですね、はい。それで赤、まあ、赤というかこれ日本のワインなんだけど、これもこちらと同じダイヤモンド酒造さんの赤というか、まあ、ロゼになるのかな。ちょっと調べてみたらロゼ表記の風にもなってたので、まあ、色的に見たらもう赤っぽくは見えるんだけど、まあ、赤ロゼ、まあその中間ぐらいなのかなと思うんだけど、品種はマスカットベリー A ですね。これもまあ日本の、まあ、品種ということで用意しました。果たしてどうなるかという感じですね。マスカットベリー A の赤ロゼぐらいの感じですね。そして最後の1本がこちらがまた同じスペインのワインですね。でアリスさんを使ってないタイプというふうにはなっております、はい。これもそのさっきも話したけど、以前このスケッチの白を飲んでるんだけど、それすごく美味しくて、なので赤もいいかなと思って、あこれ飲んだことないんだよね、こことスペインのワインはね飲んだことないんだけど、一応アリさん使ってないということで選んできました。まあプラス自分もちょっと飲みたかったっていうね2本入ってます。こっちはね試したことはあるのでなんとなくの雰囲気は分かるんだけど、っていう4本で検証していきたいと思います、まあ、まずは軽く全部テイスティングしていきましょう。はい、こちら甲州の色結構しっかりしてるんだね。なんかもう黄金色に近いような感じのしっかりとした色ですね、うんうんうん。はい、こちらスペインの白、これはなんかやっぱちょっと濁ってるね、ろ過してない感じのが出てますね、うん。でも色は綺麗だねすごく、うん。グリーンも入ってるかな、ちょっとタイマスカットベリー、鮮やか紫だね、鮮やかな紫、綺麗な色、なんかちょっとプチプチしてるかな、気泡が見られますね、うん。でスペインの赤結構しっかりしてるね、中心はかなり濃いです。でも縁はねちょっとまだ紫レッドっていう感じかな、レッド紫だね。ではテイスティングしていきます。甲州、うん、あーすごくなんか果実が熟れた感じの香りもするし、まあ、香辛らしいそのすごいほのかなねハーブっぽさもあるし、うん、でも結構果実がしっかりしてる感じかな、めちゃめちゃいい香り、うん。美味しい、うん。あでも酸もあるし、なんかその少しやっぱり日本の食材を思わせるような、それと 和の雰囲気というかねを感じるような、なんかあとスパイス
それほどまでもいかないんだけど、どこかこのまあちょっとアクセントになっているような香り、味わい、まあ、生姜っていうとまあすごくあれだけど、まあ、そういったなんか雰囲気をね持つような感じ、すごくやっぱりね和食には合うんじゃないのっていうね感じはします。まあ、和食はいいかもしれないけど、数の子は分かんないけどね。さあこちらですね、スペインのベルデホですね。はい、あーでもすごくいい香り、なんか甘いフルーティーな感じの香りが、うん、あいいね、すごくいい、初めてなんだけどね、これはすごくなんかこの桃とかそういうあの甘い感じのフルーツのフルーティーさが結構前面に出てきてるかな。うん、なんか全くネガティブな感じもしないし、めちゃめちゃいい。これあれさん本当使ってないんだね、すごいね。うん、美味しい、うん、あでも飲むとやわい感じの脂質ですごいねふわふわふわっと流れていく感じ、うん、でこの最初にあった香りのフルーティーさよりは少しドライなイメージかな、うん、飲むとね、だからそのバランスが結構ギャップあるんだけど、でもその香りの甘い感じのまま来たら結構なんかこのちょっとこのねまあのっぺりしちゃうというか感じがするしたんだけど、飲むと意外とこのスッて入ってくる、まあ、酸があるからかな、非常にいいバランス、綺麗で美味しいワインですね。はい、ベリエマスカットベリーいきましょう。同じダイヤモンドシードさんです。うわもはやもうストロベリーブルーベリー、ストロベリーがもう入り乱れて、あとちょっとお花かな。なんか本当にこのエチケットの雰囲気、こうなんかこう色の雰囲気に近いのがすごい、これすごいいいエチケットだよね。なんか好きなんだよな、これ。なんか水彩画みたいな感じ。なんかね、すごい好き。めちゃめちゃいい。うん、で、このワインはもともと他の赤ワインを作る過程で、まあ、そのセニエっていうやり方なんだけど、果汁と皮を漬け込んでる段階で、で、ちょっと漬け込んでから中に入ってる果汁を少し抜いちゃうんだよね。それを抜くことによって残った方の果汁と果皮がもっとこの接触してそのより抽出がしっかりできるっていうやり方がセニエっていうんだけど、それでちょっとその抜いた方の果汁で作ったワインとのことですね。なのでまあ本当はこれすごくいい畑のブドウで、その、まあ、上級キュベになるブドウなんだけども、まあ、それで少しセニエしてロゼにするって、まあ、ロゼっていうかもう赤だけどね色ねにするやり方なのかなっていう風になってます。まあ、ボルドーとかねよく聞くよね、セニエで作ったロゼとかねあるからね、うん、めちゃめちゃいい香りだな、すごい。果実のその甘さはあるんだけども、それがなんか、まあ、さっきも甘い香りがちょっとベトっとしちゃうとあれかなっていうのは言ったけど、それ全くそのベトっとしてこなくて、なんかこのフレッシュな感じもあるし、うん、なんかめちゃめちゃいい香り、うわもうシンプルでストレートにねいい香り、うん、美味しい、うん、美味しいです。あでもすごい軽い、なんかもう雰囲気的にこの軽い感じでいったら、それこそボジョレ・ヌーボーにあるような軽快な軽い感じのフルーティーフレッシュな感じ、タンニンとかほとんどないしね、もうガブガブガブっていける感じ、もうどんな料理でもいけんじゃないのっていうような、どんな料理でも合わせるのは今日は数の子なんだけど、万能な感じの赤だね、ロゼっていう感じでございます。はい、でこちらですね、スペインの赤、品種はねガルナッチャ・ティントネラっていう品種で、ガルナッチャってもともとグルナッシュね、フランス語でグルナッシュっていうんだけど、ガルニャッチャティントレラはなかなか言葉大丈夫かな。ガルニャッチャティントレラはですね、ガルニャッチャではなくてまた別の品種なんだよね。名前がもう似てるからややこしいんだけど、別名アリカンテブーシェって言われてる品種で、実の果汁の色までこの色がついてるっていうぐらい結構の濃い色が出てくる品種らしくて、普通ね黒ぶどう、赤ワイン作る黒ぶどうって果汁は色とかほとんどついてないから、白ワインと同じような、ね、果汁の色をしてるんだけど、皮の色でこういった赤ワインになってくるんだけど、このガルナッチャティントネラとかは果汁まで色がついてるっていうぐらいしっかりとした色らしいんだよね。でそれを作った品種でございます。ブドウじゃ、品種で作ったワインでございます。あ
なんかでもやっぱりしっかりしてるね。なんか少し香りの中にフルーツプラスちょっとインキーというかインクっぽい香りのようなね、結構濃い感じの、ね、イメージがあるね。うん、まあそんなスパイシーだね。うん、単にも程よくある。もちろんでもこれもこれはもっとね濃厚な、なんか肉とか脂が強いような料理に合わせたいよねっていう感じ。でも結構シンプルだね、味的にはシンプル。やっぱり全体的にこう価格帯もね2000円から3000円ぐらいの、まあちょっと お手頃系を揃えてるので、まあ、シンプルで飲みやすい系が多いかな。はい、っていう感じでございます。もうどれもすごく美味しいワインでございますね。はい、ではこれから本番だね。あのこれと先ほどの数の子を合わせてどうなるかっていうことをやっていきたいと思います。どうなる？それではひとまず数の子を食べようかなと思います。いただきます。うん、美味しそう。非常に美味しいです。うん、優しい味付けだね。なんか塩気もね全然強くなく上品で、でこのプチプチっとした感じとこの魚卵のうまみっていうの、うまみっていうのかな、風味が非常に上品ですね。上品な数の子様でございますね。はい、ではここからが本番でございます。それぞれのワインに合わせていきます。非常に興味深い、自分の中でもすごく興味のある組み合わせだからね。ではまずこっちのこういう順番でいこうかな。甲州、スペイン、マスカットベリエ、スペインみたいな感じでいきたいと思います。なるほど。なるほど。あ、こういうことね。うん、多分思ったよりはなんかこうブワッとは来なかったんだけど、もうね。ワインを含んだ瞬間にこんなに美味しかったはずの子が急にねグワンって違う物体に変わるみたいなんかね、急にこの優しかったこの数の子でーすってこういうのがブランって顔が変わる感じなんだか生臭さっていうのがねバッて出てくるね。でもそれももしかしたらね、あの他のこういった甲州とかでないワインだともっと強いかもしれないけど、もうそれでもやっぱね感じるかな。合うとは言い切れない部分はやっぱりあるのかなっていう、うん、もっとフレッシュでシャープな方がいいのかもしれないね。甲州でこれ結構ふくやかな甲州だったから今回は、うん、っていう感じでございますね。でも後味とアフターみたいなのはねそこまでめちゃめちゃ残る感じじゃないので、最初のこのワインを一口目含んで飲み込んだ瞬間に来るこの香りがすごい綺麗に生臭い感じなんていうかな、他の要素が入っていろいろ入ってきて、うわすごいぐちゃぐちゃな感じの香りで生臭いなっていうかは、ペインとね生臭さっていうのがこうスカッと抜けてく感じだったねよくはないんだけどはい、ということでスペインいきましょう。明らかにさっきの甲州よりはグルンってこう変わる感じの変貌はなかったから、うん、合うとまではもちろんいかないんだけど、でもその生臭さっていう感じは、うん、甲州よりは感じづらいっていう風になりました。うん、やっぱ違うんだね。やっぱ有吉さんなのか、まあ一概には言えないけども、うん、そうだね、まだ全然大丈夫って言うとおかしいけど、うん、うん、かなっていう感じ。もううわーっとまではどこまではいかないかな。意外とこれぐらいのね感じだったら
ね、この魚とか魚介系と白合わせた時にたまにこう感じるような、あちょっと生臭くなっちゃったかなぐらいの、まあでもガブガブいけるかみたいなぐらいのレベルではあるかな。うん、全然違う。これすごく面白い。なるほどね、なるほどなるほど、わかりました。ではこちらの右側のね赤ゾーンに行きましょう。カズノコ美味しいんだよな。カズノコ美味しい。美味しい美味しい。これは、これは合わないね。カットベリーはちょっと厳しかったのかな。うん、あでも、あ、うん、なんかね、ストレートに生臭さを感じるこっちの白と、赤というかまあベリーなんだけど、ベリーだと生臭さの中になんか少し苦味みたいなのも感じてきて、これが鉄ってことなのかな、ちょっと難しいことはまだ分かんないけど、鉄分も来たからなんかちょっと苦味みたいなのも感じ出したのかな、なんかいろんな要素がこうマイナスに働いてるっていうかいう感じかな、うん、まあそれでも別にもうまあもう食べられませんみたいな、ちょっともう全然無理ですっていうまでは全然そこまではもちろんいかないんだけど、だから合ってる方ではあるのかもしれないけどね、このワイン全体の枠で見たら合ってる方ではあるのかもしれないけど、今日の中だと一番きついかな、うん、っていう感じ。なんか生臭さの他にもいろんな要素が来て、なんかちょっとよりこのぐるんぐるんしちゃう感じなので、まあ、それがちょっと感じるかなっていう、うん、ところでございますね。はい、では最後はスペインの中いきましょう。そうきたか、ちょっときついねちょっときついね、うん、あんまり、いや、そんなに変わんないかもしれないな、このきつい度合いは、うん、なんかやっぱりちょっと苦味を感じる生臭さみたいになってくるね、まあ、血合いな、なんていうかな、うん、みたいな、そのちょっと苦味を感じるのと生臭さが一緒にやってくるから、うーん、ね、いや本当にちょっと数の子さんにもワインさんたちにもね、ちょっとね、あのごめんなさいなんだけど、でもそのやっぱりアリュさん関係してるかな、なんかそこまでここは変わんない気がしたんだよな。まあ言うてもこの大満指導さんのベリエも、まあ、そこまで使ってる方ではないから、確かその醸造段階でも最初には加えるけど瓶詰め時には加えないとか、なんかそういった感じなので、そこまで多くはないはずなんでね、うん、まあでもね、いや赤っていう時点でやっぱ厳しいのかもしれない、なんかもうなんかその感じがしますね、うん、どっちかな、まあでも同じぐらいな気がするんだタンニンもね、ちょっとね、なんか数の子と合わさった時のタンニンがなんか変に残ってるとのアフターも生臭いっていうか、なんかね、だから言うたらベリエのがいいかもしれない、うん、どっちかといえばここの2つと比べるとね。なのでタンニン強いのはもしかしたらもうその時点でダメなのかもね。だからより警戒の方がいいのかもしれない。だから結局警戒の方ってなってくると、もちろん赤よりは白ってなってきて、今回の中だと今の中だと、まあ、ダントツでこちらのスペインの白の方がいいのかなと、まあ、ただ合うっていうところまではなかなかいかないから、合うねみたいな、そこの境地をね見てみたいんだけどね、数の子と合うワインみたいなところまで行きたいんだけど、そこまではまだ今日の段階ではなかなか行ききれてない部分はあるかなっていう感じ、うん、でもやっぱり一番いいのがかなっていう、ちょっともう一回最後試しますね。
悪くないんだよね。なんかね、まあなんか難しいけど、何かもう一歩進んだら何かが見えそうな、そっちの世界がなんかねあるんだよね、うん、このワインが。ってことはやっぱりナリュウ酸な、まだ赤はとりあえずもう NG かなっていう感じ、感覚的にもうね、なんか白の中で探すっていう風になってくると、まあナリュウ酸の量なのか、うん、甲州ちょっと待ってごめんなさいね。ちょっと厳しいな、やっぱこっちだね、うん、アリューさんやっぱりこう寝てない、まあちょっと、まあ、一周回って帰ってきたらすごいな、やっぱり結構すごい、うん、なのでやっぱりアリューさん使ってない白、今日はスペインだったけど、が何かこのヒントになってくるのかもしれない、うん、今日の検証だとね、だもしかしたら、まあ、そうだね、アリューさんを使ってない逆に日本ワインとかがあったら、それでもし試してみたらまた違う何かが出てくるかもしれないし、なかなか手に入れるのが難しいかもしれないけど、なんかそういうのでやってみてもいいのかな、うん、っていう感じかな今日の中では、うん、もう一回、ね、最後食べていい最後確認、いや意外とね、うん、うん、よ、うん、何か見えそうなんだよね、うん、もちろん生臭さ残ってるけど、他のに比べると全然まだね、なんか乗り越えていければなんかいけそうな雰囲気が持ってるんだよね。どうだろうな、まあ、ちょっとここからまだ少し冒険が続くかもしれないけど、うん、今回の中ではなんかなんとなくの光は少しほのかな光がなんとなくここにあるのかなないのかなぐらいの雰囲気はあるので、まあちょっと今後も機会があれば試してみて、タツノコに合うって言われるワインが、まあどっかには存在してるんじゃないかと、私もね、うん、どっかにあるんじゃないかと思っているので、それをちょっと探す旅に出ようかなと今日その旅に雪は出航したということで、砲をあげろって言ったらこれ旅に出る感じでねっていう感じかな、うん、全く全部がなしっていう感覚ではなかったから、ね、自分だからね、うん、まあこれはもう人それぞれの感覚があるから難しいけど、うん、まあ方向的にはこのワインが何かヒントをくれたかなっていう感じはしますね、うん、いやでも非常に面白い比較検証にはなりました。もちろん開けたワインと数の子さんたちはまた違った方法でね楽しんで美味しくいただきたいと思います、はい、で、もしねここで、そのこういったね数の子とワインに対する検証をいろいろやってみて、あこういったのがいいよ、ああいったのがいいよとか、あこういうのがいいんだよ、ああいうのはダメだよとか、そういった意見がもしありましたらぜひコメントください。いろいろ僕もこのね検証していきたいと、何かこう乗り越えられる何かがもしかしたらあるんじゃないかっていう感覚もあるので、とかよかったら意見を交換し合いながらやっていけたらなと思います。はい、それでは本日もね結構長々とねこういった感じでやってきましたけれども、いかがでしたでしょうか、ご視聴いただき本当にありがとうございます。なんかなかなかねこういったなんか比較シーンプラスマリアージュみたいなねこうペアリングかも試してやるってことはなかったので、非常に面白い感じになりました。なのでまたよかったら次回あるかな機会があったらやっていきたいと思うので、よかったら見ていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきおでございました。それでは皆様、じゃあね、バイ。さっきちょっと雪音ワインで開けたワインがありまして、これがローブロークラフトっていう日本のね北海道の余市で作られたワインです。でこちらが、ナイアガラってブドウを使ってアリュー酸を使ってないという、うん、ワインだったので、ちょうどスペインのワインみたいな感じの、まあ、白で、しかもアリュー酸を使ってない、こう方向性がなんとなく光が一瞬見えたかと思ったスタイルにちょっと近いと思ったので、ちょっとこれとね
合わせてみようかなと思います。でちょっと発泡してるから微 発泡とまでいかないから、でもちょっとプチプチしたね、あの軽い発泡性の、タイプなので、それもちょっとそれだとどうなるかなっていうのもありまして、はい、ちょっと試してみようと思います。この前はねめちゃめちゃナイアガラのねフレッシュフルーティーな香りと、飲んだ後は結構ドライで、しっかりドライで軽快なね酸があるいいワインですね。ちょっと一口もらうかな。うん、うん、美味しい。はい、ということでまたこれも緊張するね。なんかちょっと違ったかもな。いや惜しい気がすんだよ。惜しいってなんだろう。甲州白とそのスペインの、赤で、マスカットベリー赤のそのやばかった3そっちの3種類よりはまだその口に含んで生臭さが感じられるような雰囲気は抑えられてるんだけど、でもやっぱり一番良かったスペインのシュローのようになんかちょっと相乗していくんじゃないかっていうこの次の段階が見えるっていうとこまではなんかいかないというか、やっぱちょっと軽いのかな、もしかしたら風味がちょっとやっぱりねすごい強いから数残ってそれが少し合わないのかもしれないけど、どうだろうな、もう少しもしかしたらやっぱしっかりした味わいでの方がいいのかもしれない。なんかそれは今なんとなく分かったわ。うん、しっかりとした味わいのちょっと脂質もしっかりしてる感じの白でちょっとかもしてるぐらいのオレンジっぽい方がいいのかもしれないな、かもしてるぐらいの、うん、でちょっともうドライかな。でアリュー酸を使ってない、まあ、ちょっとアリュー酸がいいどうこうっていうのはもしかしたらどうだろう、赤で試した時はねなんかちょっとまた違う結果だったから、うん、でもまあそこは結構、まあ、アリュー酸使ってないっていうのはちょっと、うん、重要かなとも思ってるので、その白濃い脂質がしっかりしていてアリさん使ってない、まあ、少し醸しててもいいぐらいの白をの方向性でいってみようかな、うん、ちょっと軽いタイプだとやっぱりちょっとうーんっていう感じかな、うん、でございました。ちょっともう一回試してみようかな、せっかくなんで体にちょっと染み込ませますこの感覚を、うん、ちょっとなんか魚が泳いだね口の中を。パパパパ。いやー奥が深いね。まだ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 旅は続きます。スペインのカナリア諸島ですねの島ワインエンビナーテの、パロミの品種ですね。まあ、このテネリフェ島の方では。パロブランコ、いや違うリスタンブランコ、パロブランコはこのワインの名前だ、リスタンブランコっていう名前になってるんだけど、品種的にはパロミノですね、シェリーで使ってるような品種、アンダルシアの品種になります。どうなんだろうな、もうこれすごいスモーキーでミネラリーでカチッとしてるんだよね。でフルーティーさはそこまで強くないからこれ果たしてどうかなっていう感じです。アリュー酸量はちょっといまいちごめん調べてなかったので分かんないんだけど、まあでも全然もちろん多くはないし、多くない、非常に少ないか使ってないかのどっちかぐらいだから、まあ非常に少ないぐらいかな、感覚的にはどうだろう、行ってみようと思います。とりあえず一口、うんうん、で酸も高い、うん、果たしてなんか雰囲気としては一番その何かを感じさせたものがさっきもスペインのワインだったから、まあ、ちょっと可能性を少し感じてね。どうかなと思って、ダメでした。これはダメだ。これはね、うん、ダメでした。ダメだ。これはダメなんだね。なるほどね。なんか少しやっぱ繊細、これもちょっとね、脂質がやっぱ強い、ガシッとした感じじゃなかったから。アルコールも 11.5 だし、まあ、ちょっと香りはねでもすごい迫力があったから、なんかこの
なんかこう、あ、なんかいけるのかなみたいな雰囲気あったんだけど、ダメだったね。まあ、山ワインだしね、石っぽいミネラルを持ってるから、無理か。これちょっとね、これはちょっとね、結構無理かもしれないだから一口でやめときます。あのワインも数の子もそれぞれ美味しくいただきましょう。むずすぎる。やっぱだから本当にバシッと合わせるんだったらもう少し濃い方だな。なんかそれ前も言ったかもしれないけど、濃くてだな。あ、ちょっともう本当、あ、旅は続くね。何回も言ってるけどさあ、即興とか。さらに続けてなんですけども、ちょっとこれも試してみようかなと思って、ブブレなんだけど、ブブレ2020年かな。あの結構ね、開けて日が経ってましてまあ、もともとね、あの普通に美味しいシュナンブランなんだけど、まあ、ちょっと試しにね、これも最後に合わせてみようかなと思ってます。まあ、ちょっとこれ単体で結構経ってんだよね。1週間2週間も経ってる。ちょっとね、やっぱこのフルーティーな感じと蜜っぽさが結構すごいあるから、ブブレね、甘口作るあの産地でもあるし、美味しい。まあ時間は経ってるけども飲めちゃうっていう感じかな。不思議な感じだけど、問題なくいきます。で、あのこの数の子ちゃんとどうなのかいっていう話ですよ。どうなんだい。難しいなぁなんかでも口の中に入れた時の反応としては、そんなにめちゃめちゃがっつり生臭さがぶわってくるっていうほどでもないので、まあ方向性はこっちじゃないかな、やっぱり。まあ、ちょっとね、そのシュナンブランとかのコクの方と甘口寄りに近づいたらどうなんだか。まあ、これ以上辛口になっちゃうんだけど、でもこの方向性の先に多分甘口はあるから、あーでもどうかな、でも難しいな、そう、今まで飲んできた中で見るとそこまでめちゃめちゃね悪くはないんだけど、でもやっぱり、まあ、合ってるとは言い切れないね、まずね合ってるとは言えないから悪くないっていうだけだよね。こっちの方向性もないかもしんないな。いやまだまだでも頑張りますよ、冒険続くのでね。いやでも合わないな合わないな、やっぱ